い、よっしゃ、松浦です。はい、今日は楽しい企画を準備しました。はい、広島ラーメン界を盛り上げるということで、ラーメン屋さん同士の対決です。それが挑戦状を叩きつけたのがどこの店かと言いますと、広島の国体寺にありますがっつりこうちゃん。あの、がっつりこうちゃん分からない人、下に貼ってきますんでお願いします。はい、がっつりこうちゃんと、この店が挑発に挑発を重ねて、俺は対決をしたい、松浦君俺は対決をしたいんじゃと言った店が、はい、こっちは広島、こっちは東広島のワイドラーメンゴンゾー、ワイドラーメンゴンゾーという店に対決をしたいと申し入れたところ、え、何の対決みたいな。で、こうちゃんに詳しく聞いたら、なんでか知らんすけど、ゴンゾーのことをすごい尊敬してると、ゴンゾーの大将と勝負がしたいと。で、勝負したいって言っても、こっちは味噌ラーメンですね、味噌と味噌ラーメンと豚骨ラーメン、こっちは二郎系、二郎のもう広島ラーメン界の大御所ですよ。で、これを対決したところで、これ別に全然違う種類のものなので対決にならないじゃないですか、好みで。で僕が提案したのは、勝負したい、分かったと、勝負していいよと、まあ、ゴンゾーの大将を呼ぶのも悪いし、まあ、とりあえず第1弾ということで、まあ、僕はゴンゾーのラーメン知っとるじゃないですか、もう何回も食べてるし、もう撮影以外でも、あ、撮影の時に聞かせてもらって、もう何回もこの何年かでずっと食べているので、まあ、分かると。で、なんでこうちゃんに、分かった、こうちゃんと、勝負したいならこうちゃん二郎系作ってください言ったんですよ。だってこうちゃんが、はい、分かりました、作りますということで、この対決が実現しました。ゴンゾーの大将にも許可を得ました。まあ、渋々っちゃ渋々だけどなんで僕ががっつりこうちゃんに、今からこうちゃんが作る二郎系を俺は準備するとすごい生きり込んでたので、この二郎系を食べて僕がどっちがうまいのか勝負して、はっきりこの口でこっちの勝ちですって言うことを今から伝えようと思うんですけども、こうちゃんにはでもこれだけ条件で、そのあんまりガチガチガチ、これじゃないとダメ、これじゃないとダメ、これじゃないとダメって言ったら、こうちゃんの良さが絶対なくなるじゃないですか。だからなんで、こうちゃんには二郎系作ってくださいとしか伝えてないです。そのラーメンがどんなラーメンかは僕は分かりません。今から食べて判断してこようと思います。ラーメン屋対決、今からご覧くださいということで、行ってくるよ。俺今日は気持ち入っとるけどね。あ、すいません、これ、ま、あの前の日に撮ってます。前の日に、今前の日にプルト撮ってるんですけども、明日は僕一人で行くので、ちょっとこういう風な感じでちゃんと撮れんと思いますけど、自分なりにちゃんと全力で撮ってこようと思います。ということで行ってきましょう。じゃあ明日の朝行ってきます。ということで、バイバイ、わきもち。いよいよ当日になりました。今車で向かってます。はい、オープニングで説明したように、ラーメン屋同士が対決するということでね。まずね、これね、事の発端はというと、なんてか知らんすけど、常にね、こうちゃんが、がっつりこうちゃんがなんか対決がしたいって、もうゴンゾーさん指名して、で、まあこうちゃんがね、こうちゃんに今二郎系って言ったんや。で、こうちゃんがね、なんと完成させたらしい。俺でもね、なんか完成させたって言って、なんかちょっと怪しいよね、あれ。なんか完成しましたって言う割には、最初のスープと全然違う系、試作したんですっていうスープと全然違う系。今日は紅茶のスープって乳化しまくったんよ、意味わかる？スープが入りまくったんよ、分かりやすく言えばもう混ざりまくったんよ。でもゴンゾースープってそこまで、全く乳化してないことはないけど、まだあの乳化してない、分かる？色がまだこうクリアじゃん、こうちゃんのよりは。ゼロではないよ、乳化はもちろんゼロではないけど、まあ、どっちかというと非乳化っていう言い方するんだけど、まあ、でも全然乳化してないこともないんだけどね。でも乳化は浅いだけど、でもね、こうちゃんのスープ見たらプリッ濃いかった色が。ということは、今のこうちゃんのスープにただ変化させただけなんじゃないかな。でも俺は思ったんよ、それでもいいんだけど、まさにガッツリこうちゃんじゃん。具が多いのがガッツリこうちゃんって思っとるじゃん、今思っとるじゃん。俺はね、その見た瞬間、出来上がりました松浦さんって言われて、まさにガッツリこうちゃんだと思った、見た瞬間ね。ラーメン屋っていうのは俺あれだと思うよね、全く店によって味が違うじゃん、似てないじゃん、似とる味ももちろんあるけど違うじゃん。で、それ楽なスープにしようと思えばいくらでもできるんじゃ、確かにできる、楽にしようと思えばするほどできるけど、やっぱそこに絶対的な時間をかけて、そして魂をね、そして気持ちを入れ込んでやらんと、とにかくしっかり時間かけてやってやらんと、特に俺らが作ってる豚っていうのはじっくりじっくりやってやらんと。まあ優しい人なんよ、こうちゃんは。
でみんなこうちゃんに行っちゃってください。で今日はね、今からほんま二郎対決ね、二郎への挑戦状ということで、こうちゃんが二郎に挑戦するということでね、まあ、どういったラーメンが出てくるんですかね。まあこうちゃんね、結構熱い人間なんで楽しみっすね。はい、今ちょっと歩いて向かってます、がっつりこうちゃんに。あー今日はねちょっと曇っとるっすね。あー人通りも少ない。ほんまね美味しいラーメンもいっぱいあるんで、この辺だったらコツコツ亭がめっちゃうまいっすね。俺はコツコツ亭好きかな。でもね今ね新しいラーメン屋とかもできてるみたいなので、ほんと行ってみたい店いっぱいありますよね。ほんと行ってみたい店あるし、てか歩いて行こう行きたいね。俺ずーっとね行きたいんだけど、歩いて行こう何回も行ってるけど空いてることがなくて、まあ行ってみたい。じゃあ着きました。はい、いつも通りの光景です。よし、じゃあ行こうか。おはようございます。いいっすか、早ないですか。はい、こうちゃん着きました。はい、今から夢の対決です。こちらはこうちゃんがポスター作ってくれてます。ゴンゾーさん、こちらはゴンゾーさんになります。今から対決です。こうちゃんから愛のコメントがあるらしいです。ゴンゾーさん、なんか毎回くる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 で全然来んですけど、どういうことですかね。僕、待ってます。ゴンゾーさん、お待ちします。お願いします、ゴンゾーさん。じゃあ今から対決やっていきます。はい、お願いします、こうちゃん。はい。ゴンゾーのラーメンに勝つように、今日は七輪準備したみたいです。え、今日2個準備したんですか。今日2個準備したんです。マジっすか。はい、大将が2種類準備したみたいです。はい、こちらが何味噌ですか。こちらが赤味噌ベースですね。はい、こっちは、山口県の彦島からゴンゾーさんのタオさんにご用意した特別な味噌です。特別な味噌と、これは普段使ってます。これ普段の味噌をアレンジしたんです。おー、これで2種類出してくれたし、はい、大丈夫です。大丈夫です。意気込みは大丈夫です。思ったんですよ、僕さりげなく味噌取ったんですけど、え、味噌ラーメンの二郎作ったんですか。はい、え、味噌二郎で行くんですか。そう、味噌二郎、ゴンゾーさんが味噌二郎がうまいって言ってました。え、待ってください、俺それあ、もうすごいじゃないですか。味噌二郎ってことは違います、それがっつりこうちゃんじゃないですか。まさに味噌二郎じゃないですか。そうそう、まさにがっつりこうちゃんじゃないですか。そうです、がっつりこうちゃんです。え、マジでいけるんじゃないですか。でもそれ二郎ではないんで、それ対決になってます。対決は対決です。まあまあまあ、勝ったらなんかゴンゾーさんがプレゼントあるんですよね。勝ったらゴンゾーが、でも彼女おるでしょ。ちょっと分かんない。彼女ちょっと今微妙な感じなんですね。あ、早く結婚したいんですか。いや、もうプロポーズしてるんですけどね。僕結構趣味がプロポーズみたいな感じだと思って。オリンピックと一緒で4年に1回プロポーズしてるんですよ。はい、そんなプロポーズしたら大体OK じゃないとしてんじゃないですか。付き合って長いとか、まあ何付き合って、え、断られ続けたんですか、プロポーズを。でも早く結婚した方がいいっすよ、絶対ラーメン屋は。ラーメン屋は本当にだってマジ偏るっすから、栄養が。そうです。で、あと不規則ですしね、寝る時間もないし。おー、ニンニク、それやりすぎじゃないですか、ニンニク。え、なんで誰が食うんすか、そんなに。極太チャーシュー、これ背脂。背脂。おお、作ったんですね、七輪で。全然痩せん。もやしはいいですか。いや、どっちでもいいです、どっちでもいいです。もやしは査定に入らない。もやしの太さは査定に入らない。もやしの太さ大事じゃないですか。ゴンゾーさんどこの風俗行ってるんですか。ゴンゾー女子寮でしょ。ああ、そうなんですか。おお、いい感じじゃないですか。じゃあいい感じじゃないですか。麺は極太じゃないですか。このために準備したんですか。これ大丈夫ですか。これ買ってきただけですね。平打ちじゃないですか。この対決、果たして行方の方は。
それっぽいですよね。ボイスボイス。これ自動自動っぽいです。おお、できた。できましたね。はい。いいじゃないですか。立ちいただきます。はい。味噌二郎ですよね。はい。まず何からいけばいいですか。自由に言っていいですか。はい。じゃあ味噌からいただきます。ニンニクないとこからいただきます。もうすっごいとろみじゃないですか。これめっちゃ乳化してますね。そうですね。これガッツリこうちゃんならでも、もうこれガッツリこうちゃんじゃないですか。いただきます。はい、優しいっすね、案外。あ、そうなんですか。甘いっすね。めっちゃ甘いっすよ、これ。甘いっす、これ。甘いのはダメなんですか。いや、甘すぎるっす。え？いや、美味しいっすよ。あ、これね、でもジローになっとるっすよ。なっとるっすか。ちょっと回復せんじゃないんですよ。でもジローにはなっとるっす。いや、多いんですよ、美味しいんですよ。いや、この甘さがいいんかもしれないですよ。いや、でもみりんで甘さ出したらどうなるんですかね。好きじゃないですか。あ、あんま好きじゃないですか。そう、好みっすね。僕みりん入れるんですよ、砂糖入れずに。うん、豚うまいっすね。豚は炭火焼きですか。これがいいかもしれないですね。え、甘いっすよね、思っとるより。思っとるより甘いでしょ。けどこれがいいんですかね。甘いのが癖になるらしいですよ。まあ癖になるでしょうね。二郎風ですよ。二郎風味噌ラーメン、いいっすね。で、ニンニクと油の感じはもうめっちゃ二郎になっとって、あとは甘さの調節だけじゃないですか。なんかあれじゃないですか、ふわっとした甘さじゃなくてグッてくる甘さじゃないですか。これ多分いけるっすよ。次のラーメン待ちましょう。じゃあ次の味噌ラーメンいただきます。うわぁ、すっげぇ濃い。うわ、これめっちゃガッツリっすね。めっちゃ味噌が効いてます。どっちがいいっすかね。あれは甘さなくした方がいいかもしれないですね。これ味噌が結構強いですね。で、悪くないですよ。味噌の味が来るんですけど、途中でスープの濃度が強いんで、味噌かスープか分からないんですよね。スープの濃度がちょっと高いかもしれないですね。いいんですけど、ぶち濃いです、多分。野菜が入っても多分濃いと思うんです。今日一回じゃ判断できんですね、これ。多分これでは出さない方がいいです、まだ。これでは出さない方がいいです、まだ改良した方がいいです。甘いのがこうちゃんが好きなら甘いのでいいと思いますよ。けどこの甘ったりになってます。ちょっとですね、そのグッてくる感じですね。甘さがふわっとくるんじゃなくて、はい、ふわっとくるならいいんでしょうけど、でも改良したら絶対いけると思うんです。絶対いいっす、最初の方が。最初の方がいいっす。絶対にこっちの方がいいっす、これとこれだったら。ただこっちがちょっと甘ったるいけ、この甘さがなくなったら最高ですよ。だって味噌の感じとスープの感じが、そのニンニクと油に溶け込んでるっす。後に来た方はもう味噌が全面的に主張して、はい、ですけど途中からスープの濃いさと混ざって、はい、もうぐちゃぐちゃになってるっす。最初の方が絶対いいと思います、はい、あとは甘さの調整です。このチャーシューはバッチリです、はい、じゃあ今日のは完成させましょう。はい、近藤さん勝ちましょう。勝ちます、近藤さん。今日のじゃ負けてます。え、今日のじゃ負けてます。え、今日のじゃ負けてます。負けてないです、負けてないですいやでもこれ1回目の絶対改良したら絶対いいです。こっち味噌じゃないですか、はい、味噌二郎になってます。なってますか。これ流行ると思います。これ絶対完成させましょう。もうそうですね。いや今日ので、ね、は今日ので良かったですけど、はい、良かったですよ、はい、ゴンゾーと比べてって結構レベル高いですからね。ゴンゾー やばいぐらい高いですからね。ゴンゾーの壁は暑いですよ。それ暑い暑いけど、なんとかしましょう。なんとかしましょう。ただ1杯目のが本当にいい感じだったので、ドローということで、今回ドローということでいきましょう。次回は、今回はちょっと調整不足、はい、なんでドローにしましょう、はい、それ勝負のまだ立ててないです。調整段階で作るのに精一杯で、食べてないですよ、ちゃんと。分かりますもん、食べたら。食べてないだろうなって。え、食べてないですよ、ちゃんと。調整不足ということで今回ドローで、こうちゃんのがっつりこうちゃんっていう名前のラーメン作り上げましょうか。はい、お願いします。改良したらいけると思います。じゃあ行きましょう。がっつりこうちゃん行きましょう。で、ラーメンの名前がっつりこうちゃんですね。がっつりこうちゃんで、この動画上では味噌二郎の方が分かりやすいので、味噌二郎完成させましょう。はい、はい、お願いします。
じゃあ、近藤さんに一言お願いします。じゃあ、また挑戦待ってます。挑戦待って。こうちゃん、ありがとうございました。さあ、はい、ちゃん、ありがとうございました。また頑張りましょうよ。はい、頑張ります。で、今回の勝負はもう一度言いますけど、ドロー。今回の勝負はドロー。はい、ドローです。ということで、終わりです。ありがとうございました。マジで次までちゃんと自分で食べて調子取ってください。味噌汁を待っててください。こうちゃんが作り上げます。はい、広島ラーメン界初、はい、味噌汁、はい、がっつりこうちゃん販売予定ということで、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、がっつりこうちゃんね、食べ終わったんですけども、がっつりこうちゃんがぜひこのスープを、がっつりこうちゃんで今日食べたスープをゴンゾーさんに食べてもらってくださいということなんで、僕がゴンゾーに持ってきたんで、がっつりこうちゃんのスープを今からゴンゾーに持っていきます。で、あと電話で感想聞きましょうか。多分今日の昼だったら多分食べてないんで、今日の夜ぐらいに電話してそれ録音しましょう、内緒で。ということで、じゃあ今から持って行ってきます。これはもう完成したスープが下に入ってて、これが味噌2種類作ったと。ちょっと持って行ってきます。じゃあ行ってきます。はい、今日のがっつりこうちゃんのスープを僕持って行ったじゃないですか。今日出来上がったスープを今からゴンゾーの大将にそのスープの感想を直接聞いてみたいと思います。じゃあ行きます。ゴンゾーです。マツダです。どうでしたスープ？あれどうやって我々やそのまま使っていいのか分からんんです、あれ。飲むだけ飲んでくれんかったっすか？あのもう2個あったらさ、なんかあれで割るんじゃないか、あ